こんにちは、フルートの日上ひろこです。いつもご視聴いただきありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者数1000人を達成することができました。ありがとうございます。おめでとうございます。ピアノの七つ谷由美さんです。こんにちは。このチャンネルでは聞きやすく親しみのある曲を中心にお届けしています。フルート初心者の方にも演奏の楽しさを感じていただけるような曲を選んでおります。ひろこさん、最近リクエストの曲は可能でしょうかっていうお問い合わせをいただきましたよね、はい、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。これからリクエストにもどんどん答えていきたいなと思っていますので、ぜひコメント欄でお聞かせください。そのリクエスト曲にまつわる何かエピソードとか、思い出のお話とかも書き添えていただけるととっても嬉しいですね。それと、ピアノの伴奏の部分が、あまり難しくないものも希望いたしたいと思います。わかりました。じゃあ皆さんそれでよろしくお願いします。お願いします。ではこれからもフルートリラクシンお楽しみください。